山形純子です。どうもありがとう。本当になんていうか、そんないくつになったか言わなきゃいけないようなことを突然言われてしまって、23日なんかいつの間にか訪れてしまった日なんですけれども、たくさん来てくださいまして本当にどうもありがとうございます。少しの間なんですけれども、私の歌を今日は聴いていってください。最初に紫色の風という、ちょうど今頃の胸の痛くなるような季節のそういう歌なんですけれども、懐かしいところでお送りしました。このコンサート最初に企画をされたその本当の理由っていうのは、やっぱり私の、10月でその20歳を記念して何かやろうなんていうことで最初に始まったんですけど、ありがとうございます。今日はなんかノンストップすみこという感じで、歌手生活20周年を記念してこういう風になっているんですけれども、本当は3年半ですけれども、今まで歌ってきた懐かしい歌をやっぱりお送りしたいなと思います。メドレーで聴いてください。それでは、ホリで聴いてください。咲き乱れる頃
誰にもわからないし、私にもわかる必要はないの。余白を残した心を休めて、一日の長さ思い出で計り、時には愛を愛を語ってもみたい。それではここで、今日のバックをやってくださってますムーンライダーズの皆さんに登場していただきましょう。どうぞ。
一度やってみたかった人たちなんですが、どうもこんにちは。こんにちは。遅くなっちゃった。メンバーを紹介させていただきます。お願いします。あっちから、竹川正弘君、バイオリン。続いてドラムスの橋渕哲郎君です。続いてベースの鈴木博文君、それから、ギターの椎名和夫君、そしてピアノの岡田徹君と、そしてキーボード、鈴木です、よろしく。鈴木圭一さんです。すごいチームワークですね。ちょうど、知り合ってまだ5日ぐらいなんですが。そうですね、はい、2日目です。一緒に歌おうっていうことになってるんですよね。そうですね。それでね、いろいろ迷ったんですね、で曲が決まったのが昨日なんですよね。そうです。どうしよう、恥ずかしくなってきちゃった。そんで曲はですね、もうに僕も25ぐらいになっちゃったんで、まだ若いですね、あの時君は若かったと、スパイダーズの曲をやってみたいと思います。聴いてください。あの時君は若かった、分かってほしい僕の心を、小さな心を苦しめた僕を恨まずにいておくれ、それでも君が望むなら僕は待ってる、いつまでも僕も若かった、ごめんね君を困らせちゃって、僕の心も苦しんだ僕を許して欲しいんだ、それでも君が望む「いつまでもいつまでもいつまでも」どうもありがとう。どうも。